今日の一問一答ですね。福祉サービス分野。地域密着型通所介護という単元になります。地域密着型通所介護について、次の記述は正しいか誤りか答えよう。問題。指定療養通所介護事業所の利用定員は原則として15名以下である。指定療養通所介護事業所の利用定員は原則として15名以下である。とありますが、これは誤りになります。 指定療養通所介護事業所の利用定員は原則として18名以下となっております。原則として18名以下ですね。これは2018年度からこうなっております。18年の改正によってそうなったわけですね。それまでは9名以下となっておりましたけれども、2018年度から18名以下となっておりますので、まあ、その点を押さえておくといいですね。 でこの療養通所介護っていうのは一体何かと言ったらですねこれはがん末期であるとか難病なんかにかかっていて医療ニーズと介護ニーズの両方を併せ持つ中重度者さん を対象としたデイサービスということですね医療的ケアの充実したデイサービスということになりますで、これの試験対策のポイントとしましてはまず管理者が看護師でなくてはならないことですねでただの看護師ではなくて訪問看護経験のある看護師ですねこの人が管理者ということになっております そしてもう一つはですね、あるものを開催しなければならないというですね、まあそういう決まりがありまして、そのあるものは何なのかっていうところと、その開催頻度ですね、ここを押さえておくっていうのが受験対策のポイントになります。で、それは一体何かといったら、安全サービス提供管理委員会というものですね。安全サービス提供管理委員会。これを6ヶ月に1回、6ヶ月に1回以上開催しなくてはいけないと、こうなってるわけですね。 ですから年に2回以上ということですね。これをまず押さえておくといいかなというふうに思います。そしてもう一つなんですけど、もう一つこの安全サービス提供管理委員会の他にですね、開催しなければならないものがあるんですが、それは何かというと、運営推進会議と言われるものですね。運営推進会議。地域密着型サービス事業者が開催しなければならない運営推進会議と言われるものですね。 で、グループホームとか、小規模多機能型居宅介護とか、こういったところっていうのは、運営推進会議を2ヶ月に1回以上開催しなければならないと。まあ、こういうふうに決められているわけなんですけれども、この地域密着型通所介護であるところのですね、療養通所介護事業所に関しては、これ12ヶ月に1回で良いということになっております。運営推進会議は12ヶ月に1回で良いと。 いうことになっているわけですね。これが療養通所介護の運営推進会議と言われるものになりますから、まあ、この点を合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。ということで、地域密着型通所介護について問うている今日の問題ですが、指定療養通所介護事業所の利用定員は原則として15名以下であるというふうにありますが、これは誤りということになります。今日の一問一答の解説は以上です。